皆さん、こんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介、2023年、9月1日金曜日21時6分、まあこちらの時間軸は夜なんですけども、ちょっと池上明さんの番組でね、あの関東大震災プラスプレート説をまた言い始めたので、しっかりと、こちらの方でそれ違いますよと、言っておきます。マントルというものがあって、マグマによって沈み込んだとしても、地面は土や岩石、あと金属層、金属はバネのように加工してスプリングにしてるから弾けるんです。交通事故を見たら分かる通り、車は金属はぶつかったらへっこんだままになりますよね。曲がったり、マントルでプレート、池上明さんや他の人たち、まあもともとは海外発信なんですけど、もともとドイツの学者です。プレートが要するに地面が中に入り込んでいって、まあこうなって弾けるっていう話ね。無理、絶対岩石と土がこういう風になって弾けたらしないですから。金属層は曲がったままになります。その説無理なんです。分かったうちにすぐ言うこと。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間ぐらいのドイツの教授、第二次世界戦争で日本が負けたから、もう同じです。第二次世界戦争でも第二次世界大戦でも意味は同じです。ドイツの学者さんなんです。だから日本とイタリアとドイツが負けたでしょ。で、これは海外のね、アメリカとか他の国のね、方たちに対しては、我々はね、すいませんでしたという立場、第二次世界大戦のこと、まあそういう立場なんですけども、それとはちょっとその話別なんですよ。プレート説はね、大嘘です。どうせドイツ人のアホな学者がめちゃくちゃなこと言うとか、水素世間に公開したらこれですね、公表会でも、この地面が普通に子供でも考えたら分かる、土とか岩石でこう弾けて地震、違う違う、採掘して中が空洞、世界中でね、石油関係、ガス、まあ天然ガスですよ、で、石炭、ウラン鉱、ウラン鉱っていうものは原発の元になるもの、このウラン鉱の中の 0.7% ほどのものがウランとして、またいろいろナンバー振ってあるんですよ。200何十番だとか、その中のあるナンバーのものを、濃縮させて、濃縮したからそういうナンバーになると、そういうふうな言い方もできるんです。あんまり言い出しはきりない。ウラン鉱の 0.7% が原子力発電とかに使用できるものであると、もう大体でいいんです。いろんな岩石混ざってるから、それ分けてるだけ、仕分けしてるだけで、他にはいろんな金属、分かりやすく言うと鉄、銅、金とか銀とか、いろんなものがあります、金属類ね。鈴とか、鉛とかもそうですし、もう言い出したら気にないです。でそれの地下からの採掘で世界中で約200億トン分ぐらいの空洞が出来上がってると思っておいてください。大体でいいんです。大体でいいですから、リサイクルとか今あるでしょ。だからもうある程度大体でいいんです。土砂とか中でね、ある程度岩石部分とかも掘り出さなかったら穴掘れないでしょ。だからもう大体でいいんです。もう大体でそれぐらいっていう考え方で。もうロシアなんかはもう地下資源の採掘で世界で一番深いところまで掘ってくれていて、15,000メートル。もうロシアとウクライナはもう昔の戦争の話なのかなのか、もうよくわからないニュースなんか放送してる場合じゃない。言葉の切り取りとかでどうとでもなるから。だいぶ前の映像とかもだいぶ混入してますから。だいぶ前っていうのはものすごい前ですよ。何十年も前。1980年代のソビエト連邦とね、領土本当は同じなんですよ。1900年と。それでロシアだったんです。ものすごい世界で一番大きい、今でも領土一番世界で大きな国なんですけど、無理無理、1900年の頃、いろんな国の言語の人たちがそんなにたくさん集まってきたって会議なんかまとまらない。無理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 。ね、ラジオがあったとしても無理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 。絶対無理。どちらにしてもソビエト連邦が崩壊したの、領土広すぎる、もう手に負えない、
でももともと僕が若い頃で国連加盟国は180カ国ぐらいで、現在196カ国、もしかしたらもうちょっと増えてるかもしれない。もう分割してるんです。もう面倒見きれないから自分の国とか自分の領土ぐらい自分たちでどうにかしてって、もう昔からこれもうテレビで見てたら逆に思えるでしょ。派遣だのなんだの、違う違う、人材派遣業法の、あんなものでいろんなところたらい回しに仕事ばされて、遠方まで僕も2000年の淡路花区自宅から通勤してましたから。本当何しに行ってたかわからない。交通費で大半使ってるから社会保険にも入れてもらえなかったから。で、人材派遣会社所属だとそこの勤務、同じ勤務先にずっと所属してないと有給休暇が出てこない。本当もうむちゃくちゃ人材派遣会社に所属してるんだから、人材派遣会社の方が有給休暇与えてあげたらいいのにってね、普通に考えたらこう。だからちょっと話それでしまいますから、プレート説明に関してはもうこれぐらいにしておきます。以上です。皆さん ご視聴ありがとうございます。皆さんチャンネル登録と、あと他の方にもね、淡井圭介さんの方が言ってることは本当だっていうことをいろんな方に伝えて、私の YouTube を、見ていただいたりとか、まあそういうことを進めていただけると幸いです。まだ私は YouTube で大した再生回数とか再生時間、本当は再生時間なんですよ、365日を遡って、まあ、3000時間か4000時間を突破して本当にいくら入るのか、あと登録者数が、まあ、500人なのか1000人なのか、まあまあ途中で登録者辞めてしまう人もいますので、もうこちらとしては1500人以上ぐらいを、目標にするぐらいのスピードがなかったらそれ達成できないんですよ。で、本当のところどれぐらい入るのか、それ僕のホームページのジンドゥっていうものを利用して自分のホームページを作ってるんですけど、ジンドゥさんに、年間1万6000円ちょっと払っています。赤字です。で、阪神・淡路大震災の被災者で建物が全壊した人間なんですよ。もともと1995年阪神・淡路大震災があって、その頃17歳の高校生、仮設住宅、神戸市北区の藤原台の仮設住宅に移り住んでいます。もともと生まれは神戸市兵庫区東山町4丁目16-18東山高歩604分譲マンションです。もう話がつかない。地震発生したら補修がいいのか建て直しがいいのかって、政府が解体費用出してくれるんだったらもう手放した方がいいって、もう無理だから補修なんか。だって一番ひどい部屋が家がね、まあ100軒ほど入ってる家なんですけど、分譲マンション一番ひどいところが全壊ですもん。僕の604のところも壁はもう開け、もうべっこーってなってますもん。で、地震が発生した時金属の扉でしょ、集合住宅どこでも、もう分譲マンションでも同じですよ、開かない。で、朝 5時47分の地震発生だったから暗くてわからない状況は、後から、まあ、鉄格子の鉄格子折って、で外出たんですけども、明るくなってからびっくりしました。鉄の扉がくしゃくしゃ、上からの重みとかで無理無理、あんなとこもう補修で住めない住めない、もう解体だったりどう考えても、もうガスの匂いが地震発生してから数分か何十分かしてから、もう 家の中ガスの匂いしてたから、どっかでガス管が破裂してる絶対に。もう当たり前、目の前の僕ダイエー系列のディスカウントストアのトポスっていうところに、まあ最初はね、日高工作所っていう工場で働きながら定時制の高校の方に行ったんですよ。だけども途中からあんまり遠いから清新中央の方、神戸市って広いんです。24の県よりも神戸市民の方が多いんです、人口で。通勤がね、片道1時間ぐらいかかってたから、駅降りてから清新中央から歩いて清新工業地帯っていうところがあるんですけど、平賀工作所、平賀県内の松江の人たちの、ところです。で、まあね、もう家の前のディスカウントストアに働きに行った方がもういいかなって、仕事終わってから学校だったからもう ほとんど遊んでない状態、結構厳しい状況ですね、睡眠時間的にもね。だからもう家の前に帰ったんですよ。そしたらもうちょうどね、その日はもう休みにしておいたんですけど、祝日の日だったと思います。1月17日でしょう、阪神・淡路大震災、5時47分、そのディスカウントストアのトポス6階建てぐらいがもう2階建てまでぺしゃんこになってるんですよ。
もともと荷物搬入とかするときに地面が波打ってたからなんかおかしいなこの建物って思ってたんですよ。それ鉄筋は入ってたんですけど鉄骨が入ってなかったんですよ。ディスカウントストアでものすごく安い値段で販売してたんですけど、やっぱ最初からもう鉄骨抜きの建物なんか5階建てとかで作っちゃダメ、無理だから、コンクリートとかだから。木木造の2階建て家とかはもう木造で十分ですよ。あの補強ね、こうペケポンにしてあの補強したりとか、柱と柱の間ね、柱と柱の間に絶対入れなきゃならないんです。何本も柱かこうペケポンにしてね、それで支え合うから、それしなかったらグラグラ揺れた時にボキってなることぐらいわかるでしょ。ちょっとね、まあ池上彰さんの番組の性質が関東大震災とねプレートテストの話だったから、ちょっとひとまとめにして言いました。皆さん、まあチャンネル登録や、身の回りの人たちにね、お伝えしていただけますように。私はもう実体験を持ってますから、あといろんな勤務実績とか持ってますから、いろんなこと知ってます。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。30歳ぐらいの頃から弁護士さんなしで裁判を買ってます。以上です。